ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー。ラットバルトバロン、ボーカルギター三船正也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、面と向かってインタビューするのどれぐらいぶりですか ねスタジオに帰ってこれてすっごい嬉しいです。久しぶりです。いや、もうずっとリモートばっかり、まあ三浦君も含めてですけど、ね、はい、みんなとインタビューするのにリモートとか電話とかばっかりだったから。そうですね、なかなかこう、いや実際面と向かって喋るとこんなにやっぱりやりやすいんだっていうのはそうですか。リアルに思いますね。よかった。いや本当に帰ってこれて嬉しいです。お久しぶりです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ですね、今月の11月9日だったので、今週リリースにニューアルバム、ハウルというタイトルでリリースになりました。はい、これでもう何年連続毎年1枚ペース、これ5年連続になります。すごいよね。いやすごいと思う本当に、はい、じゃあもう年間だいたい同じような動きになる。そうですね、リズムが割と決まってますけど、うんうんうん、ちょっとばらつきありますけど、うん、なんか前の、ね、ちょうど今年の2月にね、福岡ビートステーションでライブやってた裏でなんか新しい曲をなんかみんなとリハーサルの時ちょっとやって教えたりとか、なんかそういうのしてましたね。で夏大体制作して、春と夏に作ってみたいな感じでした、うん、はあ、これが5年続くノンストップノンストップ。でも毎回なんか当たり前って言ったらおかしいけど、まあ、今年も出ますよねっていう感じで出るじゃないですか、はい、アルバムが、はい、でまあ、特にアルバムからリードとかタイアップ曲とか今回もね、うんうんうん、アルバムから結構あったので先に出てくる曲もいっぱいあったんですけど、アルバムとしてハウルが今週やっとリリースになりましたから、はい、前編通してやっぱりアルバムという作品を聴かせていただくと、まあ本当にその年ペースで考えて一個前の作品を超えていくっていうのはすごいことだなと思いますよ。そうですね、うん、それを超えていくって簡単な作業じゃない。毎回最新アルバムがすごいなって思うのに、うん、それをやっぱり新しいのが出てくると、おお、もう超えちゃってるってやっぱ思わせるっていうところがあると思いますね。あ、そう言ってもらうとすごいやってよかったなと思う。なんかでも去年無限の白ってアルバム作った時に結構もうストリングスもすごいやりきったし、なんかアレンジももう本当に完璧っていうか、もう本当に行くとこまで行った気持ちになってて、この先ってどうやって作ればいいんだろうみたいな、作り終わった時すごい達成感とこう空っぽになっちゃった感じがあったんですけど、でもなんかこうみんなでライブでツアーやってって回っていくうちに、あ、なんかこうなんていうの、少しずつこうやってね対面で会えるようになったりとか、フェスティバルも今年ずいぶん復活したじゃないですか。なんかもう一回こうなんていうの、止まってたものが動き出す感じで、なんかまたこうなんか元気なっていうか、音が豊かなアルバムにすればいいのかなとか思ったりしたら、アイデアが出てきて、結果こうなんか前の作品をちょっと少しでも超えられて、あ、なんかまたロット三船面白いの作ってんじゃんと思ってもらえたらすごい嬉しいなと思って、うん、なんかできた気がします。ね、いやでも今話しそう、無限の白すごいアルバムだった、やっぱりすごかったんですよ。すごかったと思う本当に。いや だからそれプラスその希望が感じられるしね、今回のアルバムはやっぱり、うん、 そうですね、うん、そこがやっぱり今三船君が話した人とまた会えるようになったりとか、うんうん、動き出してる感じ。ただまあそれと同時に世界の中ではいろんなことがやっぱり起きてるし、ね、もう日々本当に今後大丈夫なんだろうかって思うことばっかりあるからね。そうですね、うん、だからそれとともにその希望が鳴るっていうのは非常に、うん、希望が鳴るっていうとまた大げさなんだけど、いや自分たちでしていかなきゃいけないんだね、なんかこう、いい世界に。そうですね、そう思います。なんか人がしてくれるんやろってやっぱどっかでちょっと思い寄ったところがある。あーそっか、うんうん、ね、なんかね、うんうん、いや思いがちですよね、思いがち、うん、なんかでも自分でちょっとしたことでいいと思うんですけどね、うんうん、それがなんかいかんなと思って、誰かがよくしてくれるっていうか、まあ、そっちになった方がいいと思ってるからそうなるといいなぐらいで、自分がじゃあ何をしてるんだろうというと、ただの傍観者でしかいなかったことがやっぱりすごい実感されるね。なんかね、なるほどね、うん、まあね、でもそれでも自分で何かできること、まあ僕だったら音楽を作るのが人生なので、うん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 、誰よりも、まあ、他の人よりたくさん音楽のことを考えて一曲でも多く作って、まあ結果音が鳴ってみんなが楽しい空間を作れるかとか、まあ、逆に曲でものすごい悲しい気持ちさせることもなんかある種エンターテインメントだし、なんかライブを通してとか音を通してみんなにそういう、ね、たった3分間とか5分間でいいんでそれを作れるのをたくさんしたいなっていうのが、うん、まあ、今年すごい
やってきた感じですね、それを、うん、曲一曲一曲はトータルタイムアルバムとしては短くなってる、そうでもない、いやでも短くなってますよね、なってるね、うん、だからその辺も含めてですけど、多分もしかしたら間口も広がってるっていうか、聴きやすいって、うんうん、初めて聴く人も聴けるのかなっていうようなアルバムかな、なんかこうアルバム1曲から今回10曲か、はい、をトータルで聴く時の何ていうの、聴きやすさって言ったらまたおかしいんですけど、それは感じられるかなという気もしましたね、ちょっとね。そうですね、うん、なんか割と全体的に曲がキュッとコンパクトな感じなんだけど、すごい裏で鳴ってるストーリーが壮大みたいなのが、自分の中でもなんか面白いバランスだなと思って、ね、もっとなんか昔は長い曲作るのも楽しかったんですけど、最近なんかリズムがポンポンポンって小気味よく、なんかアルバムっていうものを聴いてもらえるチャンスが最近ね、サブスク時代になって少なくなっちゃったから、なんかみんながなんかね、帰り道とかにサクッと聴ける、なんかでも質量はちゃんとあるみたいなものを作りたいなっていうのがすごいあって、うんうん、だからなんかもう熟練やね熟練職人やなって感じでした。5年やってますっていやいや本当にすごいなと思った。だからこうもう好きよ、それはもう、うん、ね、イントロもアウトロもしっかりこうあって、長い曲、はい、素晴らしいアレンジでっていう曲も本当すごいけど、やっぱり3分台とか4分台とかできちんと見せるのがパーッとこう並んで、うん、その中に今回みたいにリズムの変化がもう曲によってもポン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 あったりとか、うんうんうん、音もテンポがあったりとかっていうのは、ちょっと久々にこう流れで聞いた時にこういろんな起伏があるのがやっぱりまた、うんうん、その120分の映画じゃないけど90分サイズでもこう感じられるっていうのがなんか近いかな、うんうんうん、例え方としたら。最近ほらインターネットで曲が短い方がいいみたいなのが話題になったりするじゃないですか、ね、でもビートルズとかあの60年代50年代のポップスってそれこそレコードがもう回転数早いし、3分と2分台なんですよ曲が、エルビスとかも。だからそう考えると昔に戻ってたけっていうか、昔の人の方がスピード感が速かったっていうか、曲に、うん、でだんだん長くなっていってみんな、なんかね、やっぱ収録できるのが増えてきたから、うんうんうん、なんかそれが昔のポップソングのスタイルに戻っただけなんじゃないかなっていうのは個人的な、あで昔の曲好きだし、そうか、なんかそういう気持ちで作ってました。あんまりネガティブに捉えてなかったの、ね、あんまりそこはなんか短かろうが長かろうがいい曲はいい曲じゃないかって勝手に思ってたんで。そっかそっかそっか、うん、イントロ1分ぐらいのも好きですし。おそう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 なんよ、まだっていう、びっくりした。久しぶりになんか俺らほらイントロで喋るけんさ、うん、イントロ測る仕事なんよ俺らって。確かにだけどね、俺らが一番敏感に感じてて、確かに最近の曲でイントロ全然乗れんのよ。あ、そうですよね紹介できるスペースがなくって。確かにそう、あの完璧なつなぎが DJ のやっぱうまみですもん。 DJ たる、そう、確かに。そしたらアークティックが先週出したアルバムが1分あって最高、イントロが最高でしたよね。おお、久々1分、90年代みたいに1分あると思って。あれいい曲でした本当に。なんかもう小話一つ入れられるもんね、そうイントロで。あれ確かに名曲です。いや俺あんなアルバム出てくる、まあ1曲聴いた時にもうこういう流れになるのかなと思ったけど、本当にそういう流れで1枚アルバム作ってるね。あれは本当にすごい、この夏すごい聴いてました。びっくりした、本当に。だからまあね、作りたいものがなくていいんだけど、みんなが言うほどフォーマットに沿ってないところがやっぱり面白いなと思ったんですよね、うんうんうん、なんかそのヒットの法則的なことって割とこう分析されるけど、うんはいはい、そうじゃないんだなと思ってね。そうですね、面白い、うんうん、とは思ったりしたけどね。いやでもこれはもうここまでやっぱりストリングスも感も見事なアレンジももう前作でやり尽くしたところももちろんあるっていうのはあるけど、そこがさっき言ったみたいに上手くなってるなって思うよね。上手くなってますか。上手だと思う。いやクリゼンさんに本当に最初の頃から見守っていただいたおかげかもしれないですね、成長の過程を。本当にでも赤と青を、ねうん、この後かけるけど、はい、あれがまずドンって先月出てきた時に、うわーってまた好きな曲増えたなってやっぱ思ったもんね嬉しい。やっぱりロッドの曲の中でこんな新曲でやっぱり昔好きだった曲を軽々と超えてくる曲ができるってやっぱすごいなと思ったいやすごいと思うよ本当に。本当ですか、ありがとうございます、うん、枯れないね全然ね、やっぱりね止まってないから大丈夫かなと思うけど、やっぱり超えていくからすごい創作意欲なんだろうなと思うね、やっぱりね。なんかね、でも音楽作るのすごい好きで、暇さえあれば、うん、俺にすごいいろんな機材がいっぱい入ったスタジオを与えてくれたら無限に作ってるタイプ、うん、
ご飯食べろって怒られるタイプの人間なんで、本当にずっと暇さえあれば作ってるタイプなんで、うん、なんかね他にやることないのかっていう他にでもちゃんとなんか、うん、なんかこうねそれこそなんか YOASOBI のライブ一緒に共演して見たとか、うん、他のアーティストと話したりとか、うん、なんかそういうことがすごく自分の血肉にっていうか、うんうんうん、そこからなんか浮かんできたりとか、なんかまあクリゼンさんと話したりとかもそうだし、ライブのお客さんと話すこともそうだし、うんうんうん、なんかそういうところから、うん、なんか今年の楽曲にみんなが聴いて、ね、みんなのこの何この世界を生きるサウンドトラックはどうやって作ればいいんだろうみたいな、なんか常に考えながら自分がこうときめいて作っちゃった楽曲とか、うん、でもやっぱこう最近出た新しい楽器をトライしてみて全然うまくいかないなとか思いながら実験の中から生まれてきたりするんで、うん、ね、なんかそういったなんかもっと作りたいって気持ちがまだ温泉のようにはなんか湧いてるのはなんかすごいラッキーですよね。なんかで、まあ、ここ数年いろんな人ともねなんかこう一緒にやることも増えてるしね、うん、そうですね。だからそれもいろんなね、そのポカリスエットだったり、うん、CM いただいたりドラマいただいたり、うん、映画のサウンドトラックとか、うん、ね、いろんな人たちがこうロットで曲作ってくれませんかっていうお話いただいた時になんか街の音楽作ってくださいとか、うん、なんかそういったものがなんか自分のこう新しい扉をたくさん開いてくれてた1年この小1、2年ですね。本当にそのおかげかもしれないです、うん、本当に。でも出てくるものがやっぱり三船くんのフィルターを通ってるし、うん、もう一聴したらロットの音だってやっぱり感じさせられる圧倒的なオリジナリティももちろんあるし、うん、それがまさに空気を変えられる瞬間だと思うんだよね、鳴った瞬間にね、うん、そうですね、空気を彩ってるもんねやっぱりね、音が鳴ることによってね、ね、なんかコラボっていうか企画いただいて、うん、なんかでも最終的にロットバルトバロンの音楽になってた方がやっぱ頼んでくれた人も嬉しいし、なんかそれでこそ自分が胸張ってなんか一生歌える楽曲作んないとしょうがないなと思ってて、毎回それはまあねちょっとプレッシャーはあるけど、なんか向こうの監督さんとかがなんかすごい喜んでくれて、あすごい良かったですって言ってくれた時とかすごい嬉しくて、なんかそういうのはなんか貴重な体験だなとか思ったりしながら。本当だね、もうなんか名監督が大体同じ色味のなんか映画になるみたいなものに近い感じがするね。なんかカラーが出てきた気がしますね。うん、うん、それはすごい感じるね、うん、あ、花ちゃんの新曲も来たよ。あ、花ホップ、うん、そうよかった。あれ16って曲を僕がカップリングの方ね、カップリングっていうか、はい、まあ2曲出たんだけどね、先週解禁になったのかな。そうですか。そう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 だ、そう、うん、あれもねちゃんとやってましたもんね、16の方はね。そうですね、だから16になったのか花ちゃんは、ね、花瀬こそ今16になりました最初の獣の時は13 13 3年前だった。そうだよね、はい、すごいね、なんかそういうのもね、なんかいや彼女たちもまた何か軽々と超えていってくれるんじゃないかなって期待感が、なんか新しいね、うん、風が吹いてる感じがして、ワクワク、うん、本当ね、いやそうなんだよねでも月に吠えるで始まるこのアルバムは、はい、まあ本当にそのロットバルトバロンのアルバムでありながら、さっき言ったみたいに中村かぼちゃんの声から始まるんだけど、うん、圧倒的にロットバルトバロンなのがやっぱりすごいね。あれだけ中村かぼという癖のあるアーティストが、まあ、歌い出すのにね、やっぱりロットの音になってるっていうのがすごいよね。ね、個性の塊だし、うん、そういう音楽そのものみたいな人なんで。でもなんかこの曲月に吠えるできた時になんかどうしてもかほちゃんの声が頭から離れなくて、でもほら映画も当時あったし、でリリースしたばっかりだったからすごい忙しいし、で出てくれっかなとか思って、でなんか電話して、でも前から何年か前からもう知り合いだったんで連絡して、ちょっとかほちゃんちょっとぜひ歌ってもらいたい曲があって、とか忙しいのは知っているのだがみたいな2時間ぐらい話して電話でね、最近どうから始まる、うんうんうん、なんかかほちゃんかほちゃんでなんかこうニューアルバムリリースしたばっかりだし、次のライブをどうしたらいいかですごい悩んでたりして、なんかそういう悩みとかお互い話し合いながら、でもなんかこうさ最近人気出てきたしさ、中村かほって名前を使うためだけに俺は君を呼びたくないしとか言って、なんか本当に音楽として純粋にで歌ってほしいんだよねみたいな話を、そんな丁寧に三船さんがそうやって気遣ってくれるのはめっちゃわかりますとか言って、そういう会話をこう内側をぶっちゃけるとそういう話をすっげーしてなんか自分でちゃんと思いを伝えなきゃと思って、うんうんうん、でもすごい話付き合ってくれて、でもそのおかげでこう、うん、なんていうの、なんか
血肉になったっていうか、そうね、でこの間東京の日比谷野音でライブやった時、まだ全然レコーディング前だったんですけど、ドッキリで新曲をかほちゃんと一緒に一曲やろうって思って、ちょうどこの間 YouTube にその動画上げたんですけど、もうなんかドッキリまみれだけど、彼女の方のライブ感っていうか瞬発性みたいなものは本当に、なんていうのかな、同じテイクは二度とないタイプのアーティストなので、なんかその瞬間をなお互い吠え合ってよかったなと思って夜に、で本当に月出てきて奇跡に、すごいね、本当になんか素晴らしい瞬間で、うん、あもうこの気持ちのままレコーディングしようって、うん、もう翌週かなんかすぐパッと撮ってそれがギュッと入ってるんで、声がね、うん、だからなんかね、その貴重ななんか唯一無二な感じが音源に入っててよかったですね。そっかそっか、うん、でもこの曲で始まるともう本当に耳を澄ませますよ本当です、耳を澄ませてこのアルバムを聴きますよねっていうか本当に耳を澄ませてなかったなと思う、最近本当にいろんなことに、なんか逆に見ないように聞かないようにしてたことの方がなんか多かったし、誰かがなんか SOS を出してるのかもしれないし、何かこうアピールしてるのかもしれないけど、なんとなく知らないふりをしてたかもしれないなっていうことまでちょっと思ったね。ああ、うん、そういうこと。うん、でもなんかコロナになってすごくその肉体性とか身体性がどんどんなくなっていっちゃったじゃないですか、うん、こう頭なんかどんどん頭で物を考えるばっかりで、実際体を動かせなかったし会えないし、なんかそんな中でこうちょっとこのアルバムは、ね、人間ってもともとそういう何素晴らしい肉体とか感覚を持ってるじゃんっていうのをなんか呼び起こしたいから、ハウルって名前にしてて、なんか吠えたら、ね、顔も姿も分かんないけど遠くの山の向こうで夜誰かが吠え返してきてくれたら、それってなんかつながれたことになるし、でも体を使わないと声を出さないと誰かに届かないしとか、なんかそういった目には見えないけどなんかつながっていく仲間たちとか友人たちとか、ね、まだ会ってない人たちとか、うん、まあ、かほちゃんと俺とかもそうだし、このアルバムを通してなんかつながった人たちとかと吠え合える時間ができるといいなと思いながら作ってたんで、なんかそう、体がちょっとみんな聞いて毛穴が開いたぜとか思ってくれればすごい、なんか作った甲斐があったなって思ったりして、ね、まあだからなんか歌詞の中にもフォントのこととかテンプレートみたいなことも出てくるけどもあれで終わらせてたもんね、人との交流を割と、そのやり取りだけでなんかこうお互いなんかこのコロナ禍の中で気遣いながらのこうやり取りにはなるんだけど、本当にもうリアルじゃない感じが、なんかもうパタって携帯閉じてしまえばもうそれで、なんかさっき言った言葉もすぐ忘れてしまうような感じのことがちょっと多かったかなとやっぱり思っちゃうんだよね。わかります。どんな人でもね、今スマートフォン使えば同じ書体で話すじゃないですか。そう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 、だからなんか個性っていうか、なんか見づらいっていうか、冷たく感じる時もあるし、すごい頭良さそうでなんかすごい砕けて言ってくれるのに、なんか勘違いしたこと文字だと多いじゃないですか。だからなんかもっとなんか、まあね、できない時代だったけど、声を震わせてちゃんと本当だね、なんか触ったり聞いたり見たり匂い嗅いだりするって大事なんだなってすごい思って作りました。いやそうなの。だからね、我々もまあもうちょっとずつね、そのね、アーティストが吠えた時に吠え返してもいいんじゃないかというような雰囲気にもね、もちろんなってきてるので、まあそういうことが実現できればもちろんいいなとも思いますけれども、ね、もう少しですね。もう少しだと思うね。でも秋ツアーもやってて、実はオンリリース日の昨日金曜日は大阪でね、はい、ライブもやっててということになるんですが、その後東京、静岡、金沢が発表になって、その後、第2弾も発表になりましたハウルのツアー、3月3日金曜、はい、福岡ビートステーションバンド編成で登場ということになってますので、はい、ライブに関するお問い合わせは B までどうぞ。この時にはね、本当にさっき言ったみたいに僕らも少し声が出せるようになってればいいなというふうに思います。いや楽しみだね、バンドセットで福岡でね、3月だしね。そうですね、なんかもうまた毎回こうでツアーで帰ってこれる時ドキドキワクワクしてて、この間の福岡はちょっと珍しく1日前に福岡来て、スケジュールの都合で、でバンドメンバーたちと福岡の古着屋さんとか巡ったりして、じゃあ福岡の古着屋さんのお兄さんたちずいぶん楽しそうですねとかそんなに旅が楽しそうだったんだ俺たちと。いや多分絶対そう見えると思うよすげえワクワクしてたんだ俺たちと思っていやそうよ、本当悪目立ちね、旅ができるようになってよかったね本当にね。だからもうちょっとそのワクワクをまたもう一度引き連れて来年はなんかこうもう音でいっぱいにしようと思ってます、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。
じゃあハウルからもう一曲となりますんで、せっかくだからね、じゃあ三船くんからリスナーの方にメッセージと曲の紹介もお願いします。いや、もう福岡また帰ってこれると今からめちゃめちゃ楽しみにしてますが、なんかまたね、音の洪水をあの全身で浴びに来てくれたらなと思いますし、あの一緒にまあね、吠えられたら嬉しいですけど、心の中でも何でもどんな形であれ一緒に吠えてくれたらその日嬉しいです。じゃあライブ会場でお会いしましょう。ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー。